はい、JPX デリバティブフォーカスの時間となりました。ゲストをお迎えしています。楽天証券経済研究所コモディティアナリスト吉田悟さんにおいでいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。今日は原油のお話ですかね。はい、もう今週で、年内の相場も最後ということですから、はい、23年の相場の見通しという形で、はい、目線を少し来年の方に持っていて、はい、お話しいただけたらと思います。はい、どんなふうに考えたらいいんですか。そうですね、今年がそうであったように、はい、上昇要因と下落要因、はいはい、これがこう混在する、うん、混在する、はいはい、影響力がこう相殺されて、価格が決まるということで、上昇だけではなく下落だけでもなく、はい、うん、両方材料があるんですっていうことを認識をしながら、来年の相場を見ていく必要があると思っています。つまり今年もですね、振り返ってみますと、はい、ウクライナ危機が起きて、瞬間的に急騰しましたと、はい、その後どんどん下がっていきましたけれども、その下がっていく過程を振り返ってみると、景気は良さそうだなと、経済支援も強いと言っていながらも価格が下がったりしたんですね。はい、でこの時はこうドル高ですとかですね、さまざまなそのこう別の下落圧力があったわけです。あ、そういうことですね。と振り返ってみると、やはりその上昇圧力と下落圧力の両方を同時にこう見ていく、いかないと、相場の方向性を見誤ってしまうんじゃないかなと思いますね。そこら辺を、はい、整理していただきましょうかね。そうですね、はい。で結論はですね、来年こういったレンジをですね、想定をしていましてですね、上が110くらい、はい、下が70くらいですね。あ、はい、ここに WTI ベースで言うと、はい、線が引かれてます。そうですね、はい、で直近はですね、80弱まで反発をしてきているんですけれども、ここがこう年の初めくらい、2023年の初めくらいは弱いかもしれませんけれども、後半になると上昇しやすくなって、場合によっては110到達ということがですね、見られるのではないかと今のところは考えています。あ、はい、前半は、軟調、はい、軟調ですね。で後半になると強含み、はい、で110ドル、はい、挑戦する動きになるかもしれない。そうですね、はい、というふうに見ています。あ、そうですか。でその材料なんですけれども、はい、見ていきますと様々あるんですけれども、こちらの通りにですね、いっぱいありますね。はい、これがですね、見ていくと実はその短中期と中長期というふうに分けて考える必要があると、つまり中長期というのはもう数年単位の長い話をしているわけですので、はい、これをじゃあ来年の見通しを考える上で大きな参考になるのかと問われると、そこまではならないんではないかと思うんですね。でむしろこの短中期といったふうな、例えばその産油産ガス国の正常であったり、はい、あるいはですね、その消費をする側 の方針であったりですね、うん、あとその需要動向ということがですね、短中期、つまり来年ですね、1年を通じて影響し得るテーマであると考えています。でこれらをですね、具体的に何かというふうに考えていきますと、出さないロシアですね。出さないロシア、はい、これはその危機がありますのでですね、危機が存在しているのでですね、西側は買わないと、買わない、はい、でロシアは出さないというふうにこう双方がですね、需給を引き締めるような策を講じています。で危機は私は来年も継続すると考えています。この状況は、はい、つまり西側対ですね、西側対ロシア以下、ロシア以下というのは例えば旧ソ連の国々や中国や、もっと言ったら産油国産ガス国の、全般ですね、もっと言うと南米やアフリカ の、ですね、その資源を持っている国ですね、というようにその西側対多数と、こういう図式がですね、今深まってきていると考えています。でこれはこう根が深くてですね、すぐに解消は困難であろうと思っています。ですのでその意味では来年も危機は続くと、そういう意味ではこの出さないロシアですとかですね、買わない西側というのは来年も続くであろうと、これらは原油相場を押し上げる要因になり得るというふうに考えています。
まあ、それがかなり今年はその話題としても鮮明に出てましたですよね、はい、そうですね、はい、まあ、危機が存在することによって、出す出さないとですね、買う買わないということは大きなニュースになったわけですので、こういったニュースというのが来年も継続し、原油相場を引き締めてですね、価格をこう吸い上げる位置になっていくと考えています、うん、まあ、その他の要因といいますか、はい、もっと別なこう切り口で、はい、アメリカの事情もあったというところでしょうかね。アメリカなんですけれども、これはもう目下ですね、主に EU 向けにですね、エネルギーを輸出しているんですね。あ、そうですね、はいはい、原油もですね、天然ガスね、LNG もそうなんですけれども、うん、主にこう EU 向けにこう出しているわけですので、うん、そうするともともとですね、アメリカから買っていた国々で、需給逼迫が強まってしまうと、いうことなんですね。それでまあ、たまで、的にですね、EU、アメリカ、その他ということで、はい、全体的なその需給逼迫が生じていると言えると思います。まあ、さらに言えば一番下のところ、食料問題まで、はい、まあ、今回の、はい、ウクライナ問題は、はい、そう引き金、引いてしまったというところはありますわね。そうですね、これはですね、ロシアとですね、ベラルーシというですね、そのロシア側の同盟国がいますけれども、ここがですね、その化石燃料ですね、を使って、まあ、ここですね、化学肥料をたくさん作っているんですね、で、その化学肥料を、まあ、向こう側が西側に出さないと、いう姿勢を強めた場合は、これは世界全体的にですね、食料の安全保障に関わると、なってくるんですね。その化学肥料を作るために化石燃料をたくさん使うという話なわけですので、ということは化石燃料をこう、ね、否定すればするほどですね、実はこれは長期的に見て、その食料の安全保障を脅かしかねないということだと思うんですね。それで、まあ、強くですね、その化石燃料を否定することは、まあ、できないということをですね、我々もこう感じていく必要があると思いますね。わかりました。そして、いや、あれですね、はい、そのインフレっていう問題も結構大きいんですよね。大きいですね、はい、これインフレなんですけれども、よくその需要が高まっている、景気がいいときにインフレが起きるというふうにも言われますけれども、それは、まあ、デマンドプールですね、リマンドが引っ張るインフレのことを言っているわけなんですが、今起きているインフレというのは、ウクライナ危機があってですね、各種商品価格が上がっていているその、まあ、コストプッシュ型ですね、コストがプッシュをして起きているインフレだと言えるんですね、というその状況の中で、来年も原油が高いと、穀物も高いということでですね、インフレは継続すると見ているんですけれども、ただその度合いの問題ですね、事前予想を下回るインフレ、この場合は最悪を回避しているという意味でですね、マシなインフレというふうな話になっていますね。なってきますと、FRB についても 0.75 というですね、その3倍速ではなくてですね、0.5 とかですね、0.25 とかですね、といったふうな、その最悪を回避をする利上げを繰り返していくと、この可能性はあると思うんですね。そうすると、まあ、ざっくり言えば、マシなインフレがあってですね、マシな利上げがあって、そうすると緩やかな需要増加期待と、こういう流れがですね、出てくるんじゃないか、特に、まあ、年後半ですね、まあ、目立ってくると考えています。となってきますと、マシな利上げというのはですね、一定のドル安の要因となって、ドル安商品の割安感を生んで原油相場の上昇圧力、もう一点はですね、まあ、その緩やかな需要増加という部分からくると、まあ、緩やかなリスクオンで原油相場上昇と、まあ、こういうサイクルがですね、特に来年の後半あたりに目立ってくるのではないかと考えています。緩やかなリスクオンという形ですね。そうですね、急激にこのリスクオンになるわけではなくてですね、あくまでもこうマシなインフレ、マシな利上げが、はい、起点ですので、なってくるとやっぱり、まあ、緩やかなリスクオンであろうと思いますね。で、先ほどのお話の、そうですね、EU で、はい、まあ、そこが原因となって、はい、まあ、価格高騰が起こっていたっていうのが今年の
かなり特徴なんでしょうね、うん、これね、はい、そうですね、欧州圏ですね、はい、欧州圏ですね、そうですね、はい、まあ、EU はですね、ロシアからエネルギーを買わないとしているわけですので、ということは、うん、ロシアです、ね、以外の部分から買ってくる必要があると思っているんですね、そうすると今アメリカから買ってるんですね、今はそうなんですね、はいはい、でアメリカから主に買っていると、あとはサウジとかですね、リビアとかインド UAE というところから、うん、危機発生以降ですね、目立って購入をしているんですね、うん、ということはもともとですね、アメリカが買っていた国々というのは買いづらくなってしまっているということなんですね、はい、主にアジアなんですけれども、となってくると EU、アメリカ、アジアというふうにですね、全体的なエネルギーの需給逼迫というのがこう、まあ、広まってしまっていると言えると思うんですね、ですので危機が、まあ、その沈静化するまではですね、はい、西側は、エネルギーを買わないというふうにですね、おそらく言うでしょうから、なってきますと、まあ、引き続き全般的な需給逼迫というのは続くと考えてよいと思います。あ、そうですか。そしてもう一つは今度は供給サイドの問題もあるね、はいはい、これはですね、OPEC なんですけれども、彼らはですね、原油の減産をしているんですね、で直近で見ていくとですね、200万バレル減産というふうに合意をしていますけれども、それ以上にですね、生産を減らしているんですね、なので、彼らは原油価格を上げたいと、まあ、こういった思惑というのは強いと思いますね、ですので下がってくればくるほどですね、こういった原油の減産継続ということで、その上昇圧力をかけやすくなってくると思うんですね、ですので、70とかですね、60近辺まで下がってくると彼らが減産継続、減産強化というふうな動きを強めていって、価格はむしろ反発しやすくなっていくと私は考えています。そしてその産油国の懐事情を考えると、ね、70ドルは割らせないという感じですか。はい、そうですね、割ってくるとですね、その財政の均衡が、まあ、まあ、崩れるというそのリスクがありますので、そこを回避をするために減産しますというふうな発言をすると思います。はい、まあ、先ほどありました70ドル下限説の根拠はこれにあるということですね。はい、その通りです。吉田さん、今日はどうもお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。